来年開催される全国育樹祭の記念行事として大平村で子供ちが赤松の苗木を植樹しました植樹祭は大平村の小学生らおよそ450人が参加して昭和万葉の森で行われました1955年昭和30年の全国植樹祭で昭和天皇・光淳皇后が植えられた赤松の種から育てた苗木 450本余りを植えていきましたい将来自分が大人になる頃にはもっと大きくなってこの場所が緑で豊かになればいいなと思います全国育樹祭は毎年都道府県持ち回りで行われていて来年秋には白石市を会場に開催されます